セバスティアン・プリオードルはオーストリア出身の同国代表サッカー選手。ウディネーゼ・カルチョ所属。ポジションはディフェンダー。15歳でオーストリア・ブンデスリーガに属する SK ・シュトゥルムグラーツへアマチュアクラブから移籍。19歳でオーストリア・ブンデスリーガでデビュー、レギュラーとしてプレーした。2008から09シーズンからドイツのベルダー・ブレーメンへの移籍した。 2015年6月1日、ワトホード FC に5年契約で移籍した。2020年1月31日、ワトホード FC と契約解除について合意した。2020年2月4日、ウディネーゼカルチョと2021年6月30日までの契約を結んだ。オーストリア代表では、2007FIFAU-20 ワールドカップで4位の結果を残した。 オーストリア U20 代表チームの首相を務めた。同大会では全試合に出場し、同大会最優秀メンバーにも選出された。2007年5月のスコットランド戦で A 代表デビュー。2008年3月26日のオランダとの親善試合では代表初得点を含む2得点を記録した。ありがとうございます。